はい、再開。今回はですね、南の漁村に行く前にお金がありますので、ワン群とかの倉庫のアーティファクトを見に行ったり、あとね、鬼も7匹いるのでね、その辺ちょっと私に行ったりしようと思います。それじゃ行きます。はい、ワン群倉庫に来たんですが、ここにあるのが沈黙の児玉、衝撃の精霊、氷戦士の頃なんですが、どれを取ろうかな。衝撃の精霊、ちょっと気になりますね。まあ、吹き飛ばしっていうか、なんていうか、倒した扱いにはならんけど、敵が逃げたような扱いにできるって感じかな。わかんないですけどね。強戦士の鼓動は多分ね、攻撃力アップですね、これは。これは取りたいですね。じゃあ真ん中と右のやつを取ってみようかな。まあ、1万5千ゴールドなんで、2個買いましょうか。じゃあまずは真ん中の。私は衝撃の精霊。爆破の力。あ。爆発属性だっけ？モグラの金槌みたいなやつか。全体攻撃か。かな？爆破の力であなたをお助けしましょう。今日あなたが新しい主人になるんですね。これはリンダさんでしょう。いいか。まあいいか。期待に応えてみせましょう。まあ、攻撃魔法っぽいのはね、やっぱ、リンダさんですよね。爆発属性ですね。敵全体ですね。全体。ようやく手に入ったな。敵全体。消費も9でそれなりに。まあ、他と比べるとやっぱ割と多いですけどね。まあ、ありがたいですね。で、次こっちの。うがーって、どっかの沖縄出身の子みたいなのですね、これ。うがこれは、俺お前に力を与えてやる。みんな力が欲しいか。うがーって言ってますけどね。これはじゃあゆきちゃんにあげましょう。ゆき、力が欲しいか。ならこの力くれてやる。氷戦士の鼓動か。これか。攻撃力を上げる。これはもうまさに、ボス戦ではまさに一発、初手でかけていきましょう。氷戦士の鼓動。よし。他の倉庫は、もう全部買ってたかな。もう一個なんだっけ？あ、沈黙の児玉か。ホルーンと砦かなぁとは。まあ、良さそうなものがあれば買ってみてもいいかな。じゃあ行きます。はい。ホルーンと砦のアーティファクトは全部取ってましたね。で、鬼を渡しに行きました。35匹集まったことになるのかな？ってことは開くか？開くかな？異国のローブ、どちらか一つと書いてある。お、開きますね、これ。異国のローブか、闘志の衣。闘志の衣って、やっぱり修道士のローブみたいに、攻撃力が上がるみたいな感じかな。異国のローブ。異国のローブみたいな装備は、リンダさんのものかな？ローブなんでね。魔術師系、呪術師が装備できるんじゃないかな。どっちかな。
異国のローブで行ってみようかな。うん、いいでしょう。異国のローブ。漆黒に染め上げられたローブ。なかなかくすぐってきますね。え？素早さかよ。しかもリンダさん装備できないじゃないですか。まあいいか。これマジで使い物にならん装備じゃないか。これ当時の子供の方が良かったなぁ。くそー。絶対当時の子供の方が良かったよなぁ、これ。まあいいや。まあいいでしょう。はい、それじゃあ旅の準備も済みましたので、南の漁村へ行ってきます。はい、南の漁村にやってきたんですけれど。お、出てくんなよ、敵。はい、ここですね。この木があるんで、まあここ森ですわな。こんなとこもあんのかと。ちょっと回復しよう。ああ、まあ、なかなか広そうなんで。はい、まあ、なかなか広そうなんでね。後にしましょうか。はい、南の漁村にやってきました。で、こっから、ここですわな。こっから入っていくんですわな。この本棚には何もないかな。何もないようですね。え？なんか、助けてくれよ、みたいな、言うてたやつがいたよな。ここの扉は開かない。あ、ここにいるのかな？いますね。お、逃げ出せたんだな。その鍵でここも開けられるはずだ。早く開けてくれよ。扉を開いてた。ようやく生きた心地がするよ。村人が何をしようとしているかって。村人が話していたのは聞こえただけだけど、確か深淵なるものってやつを目覚めさせるのがどうとかって言っていたぜ。それにも早く逃げようぜ。止め、止めるなんて言い出さないよな。いいえでいいやつですよね、これ。戦うつもりですよ。そうか、隣の寮に入っていたジョーっていう探偵も真相を突き止めるって言って戻ってこなかったんだ。ジョーは確かゲートを閉じるためのダイナマイトと、不死身の住民を遠ざける五芒星系の石があれば、なんとかなるって言っていた。確かにこのまま放っておいても危険だ。俺も戦うよ。ジョーが戻ってこないっていうことは多分村の奴らにやられてしまったんだ。これジョーが敵として出てきそうな感じかな。ジョーはもしものために自分の武器と五芒星系の石を村の墓場に、ダイナマイトを村の外れに隠すって言っていた。もしかしたら墓場を探せばそれが見つかるかもしれない。あんたも墓場を探してくれ。俺は村外れにダイナマイトを探しに行く。一時間後に村の入り口で落ち合う。一時間でそんなんとかなるんですか？こっちには何がある？え？なんだここ？戦闘が。ああ、魚人か。魚人はそんな強くなかったよな。マサがぶん殴ったら終わりですね。
ああ、五芒星系の石がないと、この魚人ってやつを、ここからどかせられないと。そういうことだな。援軍復活してくると。そういうことだな。じゃあ、五芒星系の石を、村の墓場から探し出せばいいと。村の墓場っていうのは、上に雑魚杉の墓の、あったところですよね。お、五芒星系の石。早速手に入れたな。なんかあるかな？え？蝶のリボルバー。蝶のリボルバーってこれ。ゆきちゃん装備じゃないですか？やっぱそうですね。攻撃力が、10上がりますね。蝶愛用のリボルバー。蝶の、蝶って誰なんかわからないですけど。受け継いだぞ。弾丸、お、もう弾丸やな。で、五芒星系の石というのが、これか。不思議な石って。ざっくりしてるな。じゃあちょっとこの辺で止めさせていただこう。ありがとうございました。さよなら。